おはようございます、熊澤です。セブンイレブンの日ですね。7月の11日土曜日、眠いです。おはようございます。久々に雨が降ってないですね。いいですよね、雨降ってないとね。でもなんかムシムシと、もうすでに暑いし、風もそこそこあるし、なんか天気が落ち着かないのが嫌ですよね。窓を開けてるんでまた風の音がするかもしれないんですけど、今日もね、明日は仕事があって、僕はレーベルの代表をしておりまして、というか僕がね立ち上げたレーベル ID レコーディングスという、レーベルがありまして、今年で3年目かなになるんですけど、設立してからで快進撃というイベントをやってきたんですよ。ずっと去年から始まって、快進撃というイベントを事務所内のアーティストでやってきたと。で、ただ事務所じゃない、レーベル内のねアーティストでやってきたんですけど、まあレーベルとの専属契約解除になった、契約終了した子たちがいたりして、レーベル内のアーティストだけではイベントが組めなくなったので、今年の1月からは、もともと去年は毎月やってたんですけど、今年は奇数月に快進撃というイベントを開催してきていて、で、まあ1月3月と開催はできたんですが、もう3月の時点でちょっと開催が危うかったんですけれども、まあ十分感染拡大防止に努める形で3月は開催をしたんですね。ただ、まあ、5月に入って緊急事態宣言が発令されて、5月は確か10日に開催をする予定だったんですけど、緊急事態宣言が解除されたのが、十何日とかだったですよね、確かね。ちょっと伸びたんですよね、予定予下は。で、まあ5月はもう中止とさせていただいて、その振り替えの日程とかも組んでたんですけど、まあ、そこも、まあ、キャンセルをする形で、やっぱり満足に、動員をかけることができない、観客動員を促すことができないという現時点での現状があったり、まあソーシャルディスタンスを確保できるようなっていうようなガイドラインを遵守する形で開催をするとなると、例えばなんですけど10人しか入れないと、その時に11人目に対する配慮っていうのが大切じゃないですか。で、じゃあ配信をするのかっていう時に、やっぱりね、配信をするっていうのを僕は今仕事としてやってる以上、クオリティを下げてやるっていうのはしたくないんですよね。で、やっぱりその経費がかかってくることなので、それはアーティストたちにもそれは相談をしなきゃいけなくて、自分が全部よし行ったれって出せるようなものでもないので、まあそういったことを含めてイベントとして観客動員をすることを前提にするであるとか、あるいは無観客でのライブ配信であるとか、そういったことっていうのはせずに、明日もともと開催予定の日程なんで、ライブステージを、まあ、撮影するというね、ライブプロモーションビデオみたいな形で撮影をするという形で、明日は、3組の、ID レコーディングスの専属アーティストたちを撮影してきます。で、外部からもレーベル内外問わずかなりしっかり募集をかけまして、僕からもお声掛けはさせていただいたんですけど、まあなかなかやっぱりね、この今のまん延状況といいますか、感染確認がされている人数が、まあ、検査数もめちゃめちゃ多いですけど、結構増えてきてまたいるのでね、まあその観点で、まあ、決まっていたユニットが、まあやむなくキャンセルをするであるとか、そもそもでちょっとやっぱりまだそういう段階ではないという判断のもと、まあ、お断りをいただいたりとか、まあ、なかなか自分が描いていたような組数でやることはできなかったっていう感じで、なので明日は無収入で
撮影してきます。でもね、いいんですよ。いいコンテンツが作ることができたらいいんですよ。お金が全てじゃない。お金はすごく大事だし、そりゃね、撮影をして交通費をかけて僕も行きますし、撮影をして、まあ、編集もしますから。でしかも、データ的な品質で言えば、音声はPA タクから LINE で引っ張ってきて、まあ、ハイレゾで収録しようと思ってますし、まあ、2496かなんかで収録しようと思ってるし、映像に関しては 4K で撮ろうと思ってるし、データ的な何このイントネーション、データ的な品質はかなり確保してるつもりなんですね。ただまあ 4K っていうものに対する魅力っていうのを感じる感じないっていうのは人それぞれだし、そもそもライブステージを収録したものをコンテンツとして発表していくっていうことが、自分たちの活動においてメリットかデメリットかっていうことも多少あると思うし、無観客でライブステージで戦うっていうことがしれっとできることできない子っていると思うし、まあ、僕は若い頃に小さな事務所にすごくお世話になっていて所属をして、でその時まだ22かそこいらだったと思うんですけど、まあ社長がすごい目をかけてくれまして、本当にその業界のいろんなことを教えてくださって、その時にやっぱり大きな会場でライブをさせてもらったりとか、まあ、そういう経験があるんですけど、やっぱ常にカメラに撮られていることは前提にいろんな指導を受けてきたんですね。だから僕はカメラに撮られるっていうことも、ライブステージに立つっていうことも、観客動員がその会場のキャパシティに対して多かれ少なかれ、ライブパフォーマンスをやるっていうことに関してはものすごくトレーニングというか、一定の理解と一定の何て言うのかな、まあ、一つの指標を持ってっていうのかな、ステージに立ち続けてきたので、僕はむしろ撮られる方はすごい慣れてるんですね。で、まあ、それに慣れてる子慣れてない子っていうのもいると思うんで、まあお断りのご連絡をいただくっていうのもまあ当たり前かなと。まあ無視してるやつって何なんだろうって思う時あるけど、そんなにね間柄が乏しいはずじゃないんだけどなとは思ってるんですけどね。まあめんどくさいのかな、返事がね。まあいいんだけど、まあそのうち痛い目見るでしょうと思いながらやってるんですけどね。まあなのでいいコンテンツは作りたいし、それはアーティストたちがステージに立つっていう行為自体が大事なことなので、まあもしかしたら新曲をね持ってくるような子もいるだろうし、さらにブラッシュアップ磨きをかけて、満を持して持ってくる子もいるだろうし、まあそれはちょっとね明日蓋を開けてみないとわからないけど、で明日一日まるっとそれに拘束されるので、今日中に終わらせられることをコツコツと終わらせて、明日気持ちよく渋谷に行けるようにしたいなと思ってます。なので今晩出す動画、あとエンコードするだけなんですけど、まあエンコードかけるであるとか、まあちょっと明日夜出す動画っていうのはちょっと作っておかないといけないなと思ってるので、まあ今日撮影して編集まで終わらせれば明日エンコードだけ終わらせるだけなので、まあ今晩中にエンコードしてもいいんですけどねっていう感じですかね。あとはちょっと一件その受託の仕事って、俺ブログで今回3回目ぐらいなんですけど、ちょっとねちょっと特殊な依頼だったりするんですよ。曲を作るとか、レコーディングされた音源をいただいてミックスするとか、マスタリングかけるとか、そういうところは結構普通に普遍的なところなんだけど、ちょっとプラスアルファで特殊なことっていうのが2点ぐらいあって、費用面の算出にちょっとこうつまずいてるところがあるので、それはちょっと今日中に終わらせたいなと思っていて、あとはちょっと頼まれ仕事で、まあ配信チームのボスから頼まれてる仕事もちょっと今日中には終わらせたいなと思ってる。ただまあリストを作るだけなんですけど、
本当にあの事務作業みたいなことなんですけど、まあそういう感じかな今日積み重ねていきたいことは。うん、今日そこまで終わらすことができたら明日かなり気持ちよく、仕事に行けるので、まあそれは終わらしておきたいなと思いますね。すごく暑いのでちょっとクーラーは使いますけど頑張ってやりたいなと思いますね。まあ、 あの週末なの でしかもせっかくこう雨ではないので、まあ外に出歩かれる方たくさんいるかと思うんですけど、まあくれぐれもって感じですね。くれぐれも体調管理、予防は気をつけてください。本当にならないが一番ですから、やっぱりね、検査を受けて陰性が出た陽性が出たっていうことよりも自覚症状がない、普通に元気ですっていうのにやっぱり一番だと思う。風邪をひくとかって普通にあることだから体調を崩さないことが多分一番ですね。あれ私コロナかも、あれ僕コロナかもってなる前の段階で留めておくっていうのがやっぱり一番重要なことなんで、まあお買い物行くとか、うん、ちょっと遠出するとかいろいろ週末の過ごし方あると思うんですけど、まあ節度を持って出歩かれることを強くお勧めします。はい、まあ、僕はちょっと出歩くっていうよりも家にこもるっていうね、真逆の対極な過ごし方をしてるので、まあ、一生懸命在宅で悶々とコツコツとやっていこうと思います。ということで今日も一日頑張りましょう。熊澤でした。